はい、皆さんお疲れ様です。プロゲーマーのネムです。今回はまたストリートファイター6で、見つかった、ちょっとしたテクニックをご紹介していきたいなと思っています。今回紹介するテクニックはこちら。はい、今回紹介するのはジャンプ攻撃を先飛びするときにはこれを使いましょうということで、やっていきます。はい、この中ストリボーグジャンプ攻撃、こちらですね、中ストリボーグジャンプ攻撃、これ入れっぱで昇竜拳をガードすることができます。まあ、いわゆる、詐欺飛びと言われるテクニックなんですけれども、これをやるときにこれ仕込んでください。はい、パリ、これを仕込むことによって、まあ、ちょっとした、まあ、ゲージ回収ができるっていう話ですね。例えば2本とかにした方がいいかな。わあ、1本ぐらいは回復してますね、きっとこれ。パリを仕込むことによって、コンボに OD ゲージを組み込んだりしやすくもなるので、まあ、詐欺飛びする場合には、まあ、仕込み得なんじゃないかなと思います。で、こちらの入力の方法なんですけれども、ジャンプ攻撃、パリー台形。まあ、ここのね、パリー台形、ここまでは、ジャンプ攻撃、パリー台形。まあ、こんな感じですね。ジャンプ強形やって、パリーをしてから台形を振って。それをやることによって、詐欺飛びにパリーが仕込まれます。まあ、ここら辺はやり得なところがあるので、こんな感じで、ただ仕込むときにちょっと遅いとこんな感じで直前パリになってしまう。この直前パリになってしまうと、あの補正値が 50% になってしまうんで、ここだけは気をつけてください。で、こんな感じでコンボに行くと、これで一発でバーンボス。はい、ということでですね、今回は、詐欺飛びにパリーを仕込もうというテクニックでした。はい、こちらのテクニック参考になりましたっていう方はぜひね、チャンネル登録、そして高評価、そしてコメント、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。